2019年の日本では、2019年の日本の出来事、流行、世相などについてまとめる。日本では、西暦の他にも、以下の記念法を使用している。なお、以下の記念法は、西暦と月日が一致している。ワンチームが、新語、流行語大賞の年間大賞を受賞した。例、新元号、令和への改元に加え、法令の改正。 法令遵守の重要性、台風など自然災害による警報や、避難勧告の発令などが注目を集めたことから。新元号、令和を公表する、菅義偉内閣官房長官天皇特人の、即位礼正殿の儀に前後して、東京都千代田区神保町で警戒にあたる岐阜県、警察国政選挙地方選挙その他の出来事、道路鉄道航空。 ノーベル賞の自然科学分野において、日本人一人が受賞した。自然災害観測流行後以下に、本年の受賞号を列記する。なお、肩書や役職などは受賞当時のものである。文学洋画お笑いアニメーション映画、テレビアニメ12月12日、セキロ、シャドウズ・ダイ・トゥワイスが、ザ・ゲームアワーズ2019の最高賞を受賞した。モータースポーツ、ありがとうございます。